まあ、だから2代前に遡れば、結局その本家様の血筋なわけですから、ただお父さん代でこう3つに分かれただけであってね。だからどのみちその、まあ、今の本家も、それから次男さんも三男さんであるお宅様も、どのみちはやっぱりその一本の筋目の中の、たちをエコーしないしてあげられてないというね、真言宗ではその喜ばれていないという状況があるのでね、まあそれは誰が気がついてもその伝わってはいくわけだけど、初めてこの妙法蓮華経の話を聞いた方が、先祖から見れば一番その、ありがたい子孫になるわけですよ。よくぞあっちの世界に行くと、よく言う初なのかでどう、二なのかでどうつって、いろいろそこで裁きがあって、そして四十九日まで7回あるわけですよね。そうした時に言われるんですよ、あっちの世界で。お前は生前法華経をやったのか、子孫で誰か法華経をやってる者がおるのかっていうふうに追及されるんですって。で、その時に「そんなこと知りませんでした」って言って後悔先に立たず、そんなこと本当知らなかったですよ」っつって、どん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 落とされていくわけですよ。「お前は法華経をやっとらなかったのか」っつって、初めから言ってくださいよって話なんだけど、もう死んじまってるから、こう、それ本当に後悔先立たずなんですね。で、それでご先祖は、いやー、偉いこっちゃーって誰か子孫に法華経をやるもの出てきてくれって言って、もう一日専従の思いで、もがいてるんですって。で、誰か法華経でエコーしてくれ、そうしてくれれば俺ちらは浮かばれるんだ、と。いう今そういう状況にはあるんです。それで自分がこの中でおそらく、まあ他の冒険やいろんなね過去は知らないけど、まあ確率的に初めてですよ、この先祖代々の累々たる歴史の中で初めて、さんから妙法蓮華経だよって話を聞いた。もう最高の子孫になってるわけですね。だから今私も見えませんけど、お釈迦様の目から見ると、その肩の向こうの方へずらーっとご先祖がね、頼む 妙法蓮華経で私たちを栄光してくれっつって、後ろにずーっといるんだそうですよ。そういう状況に今なってるんだそうです。だからね、どうせ、俺一代はまあ継がなきゃならんと思ってらっしゃって、息子さんの代は息子さんの考えで、やればいいじゃないかと。って言ってるんだったら、自身も別に何も継がなきゃいけないっていう必要はなくて、それはそのお父さんに対する、一つのなんだろうね、世間的に見た親孝行的なことであるけども、でも、仏様、お父さんだって仏教を知らなかったんだから。だからお父さんもだって今あれだよ。しまった！後悔先に立たずっていうことにお父さんもなってるわけですよ。なので、よくぞ、我が息子、妙法蓮華経の話をよくぞ聞いてくれたと。で、あわよくば何とかその妙法蓮華経でやると言ってくれねえかなって言って、お父さんも今その背後に浮かんでいらっしゃるわけですよ。ここにいらっしゃる。いらっしゃる。私見えませんけどね。でもなんとなく、その後ろの天井の方にね、お父さんやおじい様が、こう、地団駄踏んでるっていうかね、たん、たんっていう、気配を感じないでもないですよ。なる。うん。